ピエトロ・バドリオ、ピエトロ・バドリオ、ピートロ・バドリオ、デュカ・ディアイ・アディス・アベバ、1871年9月28日から1956年11月1日は、イタリア王国の首相、在任、1943年7月25日から1944年6月10日、初代サボティーノ公爵、初代アディス・アベバ公爵、軍人、聖は、バドリオ、バドリオ、 バドーリョとも表記する。ピエモンテ地方の町グラッツァーのモンフェルタートに生まれるアレクサンドリアで誕生という資料もある。イタリア軍に入隊の後トリノの士官学校を卒業。1889年から始まった第一次エチオピア戦争には青年将校の一人として従軍。1896年3月1日のアドアの戦いでは 撤退する友軍の援護に活躍。司令官であったオレステ・バラティエリが政府から敗北の攻めを押し付けられ失脚する中、援護の活躍が認められ、少佐に昇進した。1914年からの第一次世界大戦では、不評志願の参謀長や軍団長などを歴任。1916年には少々に昇進した、オーストリア・ハンガリー帝国との 急戦条約交渉では、イタリア全権大使として派遣された。1919年、陸軍参謀長に就任。1922年、ベニート・ムッソリーニのローマ新軍に反発する発言を行うなど、ファシスト政権に対立する姿勢を見せたため、軍を追放され、ブラジル大使に左遷された時期を、除、1928年までその地位にあった。 その間の1925年には国防参謀長に就任。1926年に元帥に昇進。1928年にはイタリア国王よりサボティーの公爵に除される。1928年から1933年までリビア総督。1935年から始まった第二次エチオピア戦争では当初この戦争には関わっていなかったが、 11月に入り新調作をムッソリーニから批判されていたエミーリオ・ボーノ将軍の目付役とも言うべき高等弁務官として参加。デ・ボーノが罷免されると公認の司令官となった。バドリオは各軍に強行軍での進撃を命じ、頑強な抵抗を見せる地域には毒ガス散布や焼夷弾爆撃を行ってムッソリーニの要望に応えての早期征服を実現した。 1936年5月5日のアディスアベバカーナクによって戦争が終わると、イタリア領東アフリカ帝国の複合、ついでアディスアベバ公爵位を国王ビットオリオエマヌエーレ三世から賜る。その後、第二次世界大戦3戦前まで、再び国防参謀長として登用されたが、大戦前にイタリア王国軍の戦力不足を指摘して参戦に反対し、すべての職を辞して、 イントン生活を送った。ナチスドイツの電撃戦による破竹の勝利を見て、第二次世界大戦への参戦を決意したムッソリーニに、対し、バドリオは、それは自殺だと反対の意向を示したとされる。しかしその一方、ガレアッツォチャーの外相の日記には、開戦に向けての会議でバドリオは、嬉しそうな顔をし、戦争開始の用意があることを示したと記されている。 またジャコモカルボーニ将軍が参戦阻止のために、軍事情報局長職の辞任をバドリオに語ったところ、呆れた顔をして何もすることはないんだ。お分かりかムッソリーニは多分正しいに違いない。ドイツは確かに強い。あいつらが速やかに戦勝を博してくれるだろうという証言もあり、参戦についての態度は一貫してないとする見方もは、ただ、バドリオ自身や、 前述のカルボーニのように参戦には慎重であるべきという見解が軍上層部の主流だったことは確かである。その後、戦局が枢軸側にとって劣勢になるにつれ当初から参戦には慎重だった軍内部においてムッソリーニの求心力は著しく低下していく。バドリオも一切の失敗はルーチェの指導体制のせいだ。彼は実際の作戦指揮の経験はない。 我々に任すべきなのだと述べ、ムッソリーニを通列に批判している。1943年に入り、北アフリカ撤退、連合軍のシチリア侵攻が始まりイタリア敗戦は決定的となった。7月24日、5年ぶりにファシズム代表議会がベネツィアで開かれ、古参ファシストの初代モルダーのハクディー・ノ・グランディが提出した。 統帥権の国王への返還の動議が過半数の賛成を得て成立、グランディ決議。ムッソリーニは7月25日、国王ビットオリオエマヌエーレ賛成に、その旨報告したその場で身柄を拘束された。ムッソリーニの失脚により、バドリオは国王から首相に任命された。バドリオは就任演説で、戦争は依然続くと述べながらも、 国王の意向を受け連合国側と秘密裏の急戦交渉を開始していた。一方、アドルフ・ヒトラーもバドリオの寝返りを警戒し、ブレンナー峠にドイツ軍を集結させ進中の準備を進めていた。バドリオはファシスト島の解散を命令し、リスボンやマドリードのイギリス大使館を交渉窓口として折衝を重ねた。アメリカ代表。 コーデルハルラの強硬意見に難重しつつも1943年9月3日に秘密休戦協定が結ばれ、ローマは無防備地域とされることになった。ところが9月8日、連合軍総司令官、ドワイト・アイゼンハワーがイタリア側の了承なしにイタリアの無条件降伏を発表。ドイツは直ちに軍を進めて首都ローマに迫り、国王一家とバドリオ政権の閣僚らは慌てて、 南部のブリンディジに逃走した。9月10日、ローマはドイツ軍に占領され、9月12日、遊兵されていたムッソリーニがドイツ軍に奪還され、ドイツの後ろけの下で、イタリア北中部にファシスト党の強硬派を中心としたイタリア社会、共和国、アースイが樹立される。10月13日、バドリオは日独位三国同盟を破棄し、ドイツに宣戦布告した。 軍の半数近い兵力が、数軸側での継戦を訴えるムッソリーニにこうして、アースイ軍に参加したため、イタリアは南北に分断された形となり、内戦状態に突入した。内閣改造を数度か行った後の1944年6月9日、連合軍によるローマ占領にこ応して、ローマに帰還するも、ドイツ軍にまともに抵抗をもせず、夜逃げ同然に首都を放棄したことで国民の支持を、 失ってい、バドリオは、帰還を機に、ビのノエボノ海ミに、首相の座を譲り、公職から身を引き、兵部隊から姿を消した。1956年11月、故郷のグラッツァーのモンフェッラートで、全息発作により85歳の果てを閉じた。バドリオは1904年に、ソフィア・バラニアと結婚し、三男カズメを設けた。 彼の孫ピエトロは二代目アディス・アベバ公爵の爵位を継承し、ベトナムの元皇帝、バオダイの娘と結婚。彼の長男、フラビオが、現在三代目アディス・アベバ公爵を名乗っている。ムッソリーに失脚直後、第二次大戦真った中の日本において、バドリオ元帥は、裏切り者として移ったため、転じて裏切り者や、敗北主義者のことを、バドリオということがあった。 近年、バドリオが第二次エチオピア戦争中に行った毒ガス攻撃や無差別爆撃は戦争犯罪にあたるとして、対エチオピア戦に限ればバドリオは戦争犯罪人であるという意見が出てきている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。